こんばんは、オガウェイです。音楽で旅をする番組、音旅。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回はじゃじゃん、アルトロイのレッドプラネットというシングルです。これはこの簡素すぎるいでたちが気になって手に取ってみたっていうものなんですけど、何なんですかね。これはほんまに情報が全然ないんですよ。アルトロイレッドプラネットって書いてあるだけで、裏も何もないし、なんじゃそりゃみたいな。このアルトロイっていう人はハーレム生まれのアメリカ人なんですけど、このレコード自体はオーストリアのレーベルミニマルソウルというところから出されてますね。音はね、もう完全デトロイトテクノの音ですね。うん、かっこいい。1曲目のレッドプラネットもいいし、あと B 面の3曲目もちょっとノイズが入ってて気持ちいいです。すごい。これ聞きながら勉強なり仕事したらはかどるやろうなって思うような、一定のこのビートがものすごい仕事をじゃんじゃん進めてくれるような、そんな感じがします。勉強とか仕事ははかどる音楽じゃないでしょうか。なんかそんな時に聴いてもいいかもしれない。まあ普通にでもかっこいいです。うん。ということで今回はアルトロイのレッドプラネットのご紹介でございました。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。次回もお楽しみに。バイバイ。チャンネル登録お願いします。Look at them, they're so funny. I know. Nice, smooth in the hair, man. I mean, we're so slow. I know, right? Just...